こちらの白のフリルワンピースを、冬から春に向けてグラデーションのように着回しコーディネートしていきたいと思います。で、こちらのワンピースどこのなんですかというお話になってくるんですけれども、私と妹のアーティストのミリ石井と一緒にやっているプチプロジェクト、ミリアムヴィンテージという海外で、前回はロンドンだったんですけれども、買い付けてきたお洋服をオンラインで販売しているっていうことをやってるんですけど、そのミリアムヴィンテージからオリジナルのお洋服が出るということで、こちらのワンピースはその第1弾になります。私たちがすごくこだわった点っていうのが、やっぱりこうお洋服を作るってなったら、できる限りこう地球とか環境に配慮した作り方をしたいなということで、生地は全てサスティナブルなね、持続可能な未来を作れるような生地を必ず使うようにしています。地球に優しいお洋服作りというのをこだわりました。で、だからね、本当にもう質もいいし、ちょっと着てパッて捨てるんじゃなくて、こう代々受け継いでくれるようなお洋服にしたいなという願いを込めて作ってます。なので、ミリアムヴィンテージのねお洋服は今後もその流行ドンピシャっていうよりかは、本当にこう10年以上愛していただけるようなデザインで、普遍的にねこう愛されるようなお洋服を目指していきたいと思っております。それでは着回しお楽しみください。それではスタート。さて、早速着回していっちゃいます。まずはこのワンピースの可愛さ、シンプルにお届けさせてください。裏地もしっかりとついているので、まあ一応下着はベージュにしているんですけど、透ける心配もありません。はい、冬から春に着回しということで、冬の間はまだ寒いので、はい、ニョキッとタイツを履いていこうと思います。こちらはタビオの、なんデニールだったかちょっとごめんなさい忘れちゃいましたが、タビオのタイツをルンルンで履いて戻ってまいりました。こういうガーリーなワンピース、個人的にはゴツめのブーツを合わせるのが気分です。ミラオーウェンで 2,3 年前に購入したゴツめのレースアップブーツを履きまして、そうなの、このワンピース足の細い部分だけ見えるので着痩せして見えるんですけど、はい、冬ならではのフェイクファーのヴィンテージのレオパード柄のコートはしょーいということで着ていきたいと思います。こういう軽い感じのワンピースって春夏にまあ着るべきイメージがあるんだけれども、私は磯素材をミックスするのが好きなので、あ、カメラが動いてしまった。はい、調整中でございます。終わりました。そうなの、異素材ミックスで着ていくのが可愛いなと感じているので、秋冬も着ちゃいます。なので漏れなく1年中着れちゃうよっていう感じです。愛用しているザ・バージンズのカチューシャをつけて、ヒョウ柄のコートにカチューシャ、チェーンバッグ、ゴツメブーツ、そして白のレースワンピースっていう、ちょっとね意地悪ガーリーな感じのコーディネートにしてみました。はい、ツボです、個人的に。いやー、このねファーとこういう白系のガーリーワンピースの組み合わせ可愛いのよね。はい、ちなみにカチューシャは今ね前髪パーンと前上げしていますが、ここ、はい、ちょっとこんな風に分け目を作ってあげてからの、カチューシャしてからの、ここちょっとねボヨヨンボヨヨンとたるませると、ちょっとねクラシックなイメージになって、これまたいい感じになります。笑ってます。はい、そうですね、スマイルは0円という感じでやらせてもうてます。はい、次のコーディネートに行きましょうか。あ、ちょっとまだ後ろ姿などもちょっと見てくださいという感じでお見せしたい感じだそうですね。はい、カッコつけちゃって、はい、よよいしょという感じでバッグを置いて次のコーディネートに行きたいと思います。はい、来ました、ライダース大好き2021。そんなわけでオールセインツのライダースを羽織っちゃってます。でも本当にさ、白のワンピースにライダースって本当にもう私ツボすぎて、今もうコンピューターの前で、コンピューターって言い方悪いか古いか、はい、発狂してます。そんな感じで、3年前ぐらいに購入いたしましたニーハイブーツをポポイと履いて、はい、てってるてってってって、いつもより多く回しております。というわけで頭のベレー帽をかぶりました。ちょっとここでリップ塗り直しちゃおうかなっていうわけで、レブロンの今のお気に入りから、こちらね、マスクにもつきにくくて、ほんと落ちにくくて大好きなリップです。これをちょっと塗り直しちゃいます。ちなみにこちらウルトラマット HD のリップの限定パッケージで、チェリーのね、はい、見た目なんです。こういうのね塗るとね、もう手が手肉ポンした感じになるのよ。それだけがちょっとめんどくさいので、ティッシュで拭いまして、はい、コーディネート続き、赤のバッグを持って私的定番コーディネートです。白のワンピースって本当に何でも相性がいいので、こんな風にピリ辛のアイテムと合わせていただくと、甘辛コーデがねこうバランスよく仕上がるのでおすすめでございます。
はい、何かを探して消えていってしまいました登場です。まだちょっとね、冬の間寒いなっていう時はこんな風にマフラーを巻いて首元を温めましょう。というかなんかベレー帽の被り方がすごいどんぐり味が強いんですけれども、はい、こんな感じで、そうですね、ストールはポイントとしてかけてあげても大人っぽくて良いですね。はい、そんな感じでどんぐり帽子をそろそろ取り去っていただいて、ジャケットに合わせたコーデにしていきたいと思います。お気に入りのシエルエア、そしてワンピースの説明ちょっと失礼します。まずは襟元、このフリルの立ち上がりがリッチですごく可愛いのですが、こちら肩のね切り替えラインがないのが特徴です。肩幅がちょっと広くて気になるという方でも、そのね気にならずにご着用いただけると思います。でね、生地の説明なんですけれども、この袖と裾に使われているこのレース、再生ポリエステルのねレースを使っていて、しかも横地を使用することによって、その生地のね無駄が出ないように切れ端が少ないように調整して作っていただいてます。でもちろんこのね身頃の部分の白い生地、こちらも全て再生ポリエステル繊維が使用されている生地なので、すごいのよ。回収されたペットボトルとかを再利用して作られた繊維なの。はい、そして腕周りなんですけど、結構ね余裕があるので二の腕も本当に目立たなくすっきりと着用いただけるし、このね袖の部分はボタンでポポイと留める感じになってます。でちなみにポリエステル繊維って言ったけれども、裏地にコットンを混ぜているので着心地は本当抜群にいいです。柔らかくて心地いいので、しかもねラインが結構緩いのでね着ていて楽なんですよね。投稿しているうちにお気に入りのポレーヌの白いバッグをドヤというアップ具合で見せておりました。はい、ここにおしゃれ度を加えてっちゃうよっていうわけで、プラダで奮発して購入したキャスケットかぶっていきます。ここにね後ろにねマークが入ってるところがポイントです。なんかもうあれだね、ポストマンって感じですけど行ってきます。このワンピースどんなアウターが合いますか問題なんですけど、基本的にどんなアウターでも合います。ちなみにご紹介が遅れました、こちらのドレスのお名前、スワンレイクドレスと申します。クラシックバレエの名作白鳥の湖のような華麗なイメージを加えつつ、はい、白鳥の湖の登場するような黒鳥、黒い白鳥が出てくるようなちょっと毒っ気のあるイメージも加えてみました。そんなイメージでお届けしております。はい、そうこうしているうちに水分補給をして、あ、この水筒ですか。この水筒はですね、はい、このスウェールというブランドのものを私愛用しております。エコは普段からというわけでダサいポーズを決めさせていただきました。あ、そうですね、そろそろ春に向けてちょっと一旦タイツを脱いでいきたいと思います。はい、タイツ脱いだよというアピールをニョロニョロとさせつつ、はい、2杯、あ、普段は靴下履きますよ。ちょっとコーディネート動画なので今ちょっとサボっちゃいましたけど、はい、ヴィンテージショップで購入したジルサンダーのメンズのニットをこのワンピースの上から着ていこうと思います。そうなんです、このワンピース首元がねとにかく可愛いので、こんな風に V のニットを上から着たり、あと丸首からね襟元だけ出すのもとっても可憐に可愛く着こなしていただけると思います。はい、お気に入りのチェーンバッグを持って、アクセントにクリスタルバンクという日本橋にある石屋さんでね購入したロザリオをつけていきたいと思います。この白の襟元にニットにロザリオというこのバランス最高に可愛いんですけどと、のぶとい声で叫びながら、はい、ポーズを決めちゃって、そうですね、そろそろお値段のお話をする頃がやってまいりましたね。はい、こちらのスワンレイクドレス19,000円となっております。ちょっと高いやん、高いやんけって思った方、届いたらその価格に納得していただけると思います。ミリアムヴィンテージは地球の未来を考えた本当に素敵な生地でお洋服を作っています。私たちのねこだわりが詰まってこその価格なので、納得していただけると思います。そうなんです、ファストファッションを数回着てもう着なくなってしまってぽい、そんな時代は平成で終わらせましょう。一着を大事に大事に歴史と思い出を積み重ねながら着ていくのが令和のファッションでございます。私はファッションが大好きだからこそそんな風に考えたいなと思って、そんな思いで洋服を作らせていただきました。そうこうしているうちにお気に入りのリリーミークだったっけなというブランドさんのニットカーデ、これもね結構何年か前に購入したものなんですけど、気に入って未だに着ています。こんな感じでね、ちょっと楽ちんカーディガンと合わせていただくのも大人の休日っていう感じでおすすめです。本当にこのネックレスとこのねブルーのニットの関係性可愛すぎて発狂って感じです。はい、可愛いな。
本当にこのねワンピース可愛いの、もうごめんなさい、ちょっとただの私の感想タイムになっちゃいました。あ、今何回コーディネート着替えた、あ、はい、確認、指差し確認が入りましたね。確認は人生においてとても大事な作業ですね。はい、ぐる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 というわけでニットカーデを一旦置きまして、はい、お気に入りの G ジャン持ってきたよというダンスを披露しております。はい、アミ・アレキサンドル・マテュッシーっていう一生覚えられないぞっていう名前の長さのブランドさんですね。はい、カチューシャをつけて G ジャンとこの白ワンピというね、もう鉄板コーディネート。はい、後ろにはアミ・パリスと書いております。私の名前石井アミなので、もう背中に自分の名前を掲げているというコーディネートになっております。ちなみに私の身長168センチです。概要欄から身長ね158センチ159センチの妹が着ている着用画像も飛べるので参考にしていただければと思います。本当にね、再生ポリエステル繊維とはいえ裏地の方にコットンが混ざってて直接肌にね当たってることを一番想定して考えている生地なので、本当着心地がいいの何度も言っちゃうけど。そして後ろ姿パララン、こんな感じです。ボタンを止めて着脱する感じですね。ボタンもしっかり開くので脱ぎ着がしやすいところも私は好きです。しかしながらそんなミニ丈のワンピースちょっと私は抵抗あるわっていう方、はい、このワンピース全然チュニックとしてもご着用いただけます。本日はヤヌークのブルーのデニム、スキニーデニムを合わせてみました。そしてヘアもマイナーチェンジ、ハーフアップのお団子ヘアにしていきます。もうゴム1本でぐるるんって感じでまとめてしまいます。遅れ毛調整しまして、カジュアルなコーデに仕上げていきます。はい、ニューヨークのヴィンテージショップで購入したコールハンのもう20ドルぐらい、2000円しなかったかなくらいの、ローファーにお気に入りのブランのサングラスを合わせます。そしてもう何回登場すんねんっていうぐらい気に入っている赤のチェーンバッグを合わせて、春のお散歩コーディネートという感じに仕上げました。そうそう、なのでワンピースとして着用するのももちろん OK ですし、あとはちょっと長めのトップスというかチュニックっぽく着るのももう全然 OK です。ファッションはフリーダム、着ていて自分が一番テンションが上がるコーディネートこそがベストでございます。はい、サングラスを置いてスカーフ一瞬取ったけどやめまして、はい、首元が可愛いのでポニーテールをしてちょっと見せて見せびらかしていこっかなっていう感じで、いや本当可愛いの、このもう首元本当に可愛いの、もうキャー、もう PC 前で発狂。はい、そしてこのワンピースどこで買えるんやというお話になりますが、 ZOZO タウンでご購入が可能です。概要欄にその商品ページ貼っておくのでぜひゲットしてください。生地だけでなく作り方もサスティナブルを目指したい私たちなので、予約販売で通常よりお届けまでお時間がかかります。でもその間も私は環境に配慮しながらファッションを楽しむんだというワクワクした気持ちでゆっくりとお待ちいただけると嬉しいです。はい、そんなわけでお楽しみいただけましたでしょうか。ちょっと待って、サングラスとゴムが今絡まった。はい、このワンピースの、発売の、ね、詳細などなど、概要欄に書いてありますので、ぜひ気になった方はゲットしてください。本当にとにかく生地が良くて、お値段はちゃんとした価格なんだけど、それをね納得していただけるようなワンピースになっていると思うので、ぜひ皆さんも孫にまで着せていただけると嬉しいです。ぜひミリアムヴィンテージのインスタグラム、私のインスタグラムの方にはコーディネートも日々載せているので、ぜひチェックしてみてください。お楽しみいただけた方は高評価ボタン、ぜひチャンネル登録もお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。アミシーこと石井アミでした。